お疲れ様です。 iPhone で写真を撮ったり動画を撮ったりするケースが増えると、 iPhone のデータをですねパソコンの方に移して、そして編集っていうことも多くの方考えるんじゃないかなと思います。もちろんこちらのコネクターから USB でつないでっていう処理もできるんですけども、なんとなくややこしいなと思ってる方、すごくねお手軽にデータを移す方法があるんですよ。それがこの1500円ほどのデバイスです。なんかアップル純正みたいな箱に入って、そんなデザインですけども、別にこれアップル製品ではないんですよね。まあでもこれがね結構使えるんですよ。1500円ぐらいで Amazon で買いました。型式とかはねライトニングトゥ SDTF カードカメラリーダーって書いてますんで、別にこれじゃなくても似たのいっぱいありますんで、どれでもいいと思います。で、現物がこれなんですよね。簡単でしょ。で、 SD カード、マイクロ SD カードが入るようになってて、で、これをね、このコネクターに挿すと。で、SD カードを入れると。そうすると、こちらの写真とか動画を、こちらの方に吸い出すことができるんですよ。で、吸い出した後は、本当ドラッグ&ドロップみたいな感じで吸い出した後は、プンと抜いてね。で、この SD カードを抜いて、パソコンの方にポンと入れると、それで展開できていくということで。私としてはこっちの方がね、手軽なんですよ。まさにね、この iPhone の中に SD カードぐらい入んないのかなと思ってる時にこういうのが出ましたんでね、非常に便利です。動画を撮ってもその動画をね、今まではその動画をメールに添付してパソコンの方に送って、まあ自分で自分の G メールに送るっていう処理なんですけどね、そこからパソコンからダウンロードしてアップロードするみたいな手間をかけたりとか、こちらの方からアップロードとかしてたんですけども、 iPhone で動画をアップロードする時って結構ミスることが多いんですよね。特に長い動画だと。ですんで、ややこしいなと思ってる時に、これだとね、データ吸い出せますんで、間違いないかなってとこです。おすすめです。これね。これによって、iPhone のストレージ、もうね、最小でも良くなったかなってとこです。まあでも、私の場合はね、最高の2TB で、さらに、ストレージをね、毎月1300円払って買ってますけどね。まあ、いつか、この1300円もやめないといけないなと思っているところでございます。それでは今日も行ってみましょう。行ってらっしゃい。